エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ネジャーです。大堀です。山本です。教えてカモク、キャブリンのお悩み相談室。本日の迷える子羊はこちら、大堀くんです。大堀です。どうも。お悩み、早速言ってもいいですか？はい。ズバリ。年収チャンネルの大堀のバリュー出せてない問題ですね。お自分が年収チャンネル出るようになって今だいたい自分の役割みたいなの、まず営業講座の無知枠できてない枠と、あともう一つバリューがあるとしたら、恥をかいてる時、この二つしかねえなっていうのが最近のちょっと悩みで、しかもその無知枠、要は教わる側枠っていうのも、山本さんのキャラクターが濃すぎて、ポンコツキャラみたいなの濃すぎて、むしろ山本さんのポンコツを引き立てる役、凡人キャラみたいになってしまって、キャラが薄い、恥をかくしか役割ないっていうのがあって、恥をかくには一向に構わないですけど、もっと別の役割、もっとバリを出したいなっていうのが今の悩みです。山本さんどう思います？こいつ、あと裏で引っ張ったこうかなめちゃくちゃ失礼だよ誰がポンコツやでもこの前のフリーランスサミットのなんかインタビュー動画みたいなの出たじゃないですか、その時大堀も実はインタビューされてたんですよ。全カットされてましたもんね。フルカットされてましためっちゃつまんなかったらしいね、コメントがね。らしいです、タメクリさんに、だから大堀はダメなんだよって言われてました、かわいそう。でも恥をかくっていうより未完成すぎて、人として、人として未完成だからコンテンツは作りやすいよ。年齢的に良くもあるかも。例えばじゃあ飯田上本に何かを教えるって、彼らももう年齢も年齢だから構図として作りづらいけど、大堀は19だから教わって当然っていう言い訳ができるじゃん。だから仕事にも影響出づらいし、作りやすいっていうのは俺唯一無二のバリューなんじゃない。いくらポンコツでも許されるポジションっていうのは年齢ゆえ、お前が恥かいてるキャラをキャラなんで感を出し始めた瞬間にお前のバリューなくなるから動画だけ取り繕ってる感じじゃなくて、普段からやべえし、フリーランスサミットの時のスーツとかもちょっとキモすぎて引いたしプライベートで付き合いたいとは1ミリも思わないんだけど、動画としては出てくれると珍獣として価値があるっていうYouTuber 向きということですかね。ちょっと待ってください、僕プライベートでも付き合いたいと思われたいですけどちょっとずれるかもしれないけど、そこの改善策は、それで言うと飲み会でのバリューゼロだったもんね、ああまあ確かにそれはお笑い講座で解決するのだから別として、お前やっぱ思って出ろよだからそれが大堀くんの唯一無二のバリューなんで大事な役割ですよ。ありがとうございます。シンプルにちょっとさキモいじゃん、今日も入ってきた時アンガールズ田中みたいな感じで入ってきましたはいはい、入っていった気持ち悪いな動き気持ち悪いなアンガールズさんなんかめちゃくちゃ言われるんですよ金田さんにも言われてた客先には連れてきたくないよね、自分がこれを許容してみたいに思われるのやじゃんでもそれが治ったら逆に中途半端になっちゃう気もするし、その成長ストーリーを皆さんにお届けしていくっていうのが思いしかできない価値だから、本気で反省をしてもらうんだけど、指摘されたのはそれで本気でその課題に取り組んでいくと、徐々に所作だったりとかトークだったりとかっていうのが成長していくっていうのがいいんじゃない。あとオーディションの時が一番おもろかったも言われるのがこれはダメだなって思って、そこもどうしたらいいと思います。オーディションの時なんで面白かったかってお前覚えてる？これも恥をかいてたからですかね、なんで恥かいたのあれ、なんでだろう。それが多分自分の中でいまいち多分分かってないから再現性ないと思うし、分かってないところがおもろかったから、あの輝きはもう出せないから別の輝きの出し方考えた方がいいってことですね、だからお前が5分だけドアくださいみたいな、こんなサムネで、あれがもう勘違い甚だしいわけよ、お前に5分で学びたいことなんてねえんだよと。でもそれを勘違いして分かってないところがお前の未熟なところであり、それがエンタメとしておもろいみたいな、だからもう別に出しなみたいな、キモいけどっていう。確かにあの頃、自分一人で取ってバリュー出してやろうって模索してた時期で、結局いろいろ動いた結果、俺まだ実力足りねえっていうことに気づいたっていう時期だったんですよね。だからそれ含めてもがいてるのがおもろいから、結果社に構えないでシンプルに結果を出そうともがいて、なんで指摘されてるのか分かんないのも徐々に自分の中で消化してって、何年か経った時に立派なビジネスマンになってればいいんじゃないかなと思いますが、山本さんいかがでしょうか。そうっすね、なんか
視聴者興味あんのかなこの話題みたいな、うん、僕は今すごく親心を感じるっていうか、うん、すごいありがたいなって思ったんですけど、うん、一見コメントであったのが、うん、大堀がミスってきた壁なんか俺らコメント欄の人でも、うん、もう軽く飛び越えてきた壁だからさすがに興味ねえわっていうコメントも確かに一見あった気がするんですよね、うん、そうだろうね下すぎて視聴者は大体20代なんで、うん、確実に年上がほぼほぼなんで、うんうん、実際は大堀を教育するんじゃなくて教育コンテンツを作るって時に視聴者サイドでカカシ役として立っててくれるだけでも一応絵として成り立つからだからまあカカシカカシ、うん、カカシ僕もカカシなんで先輩カカシやで、うん、だけどフリートークは弱いからそこは一緒にいて面白くないからもともと自分ちょっとトークいけるって思ってた節があったからそこへの勘違い含めて全部俺らとしてはおもろいっちゃおもろいんだけどだけどバリューって動画で本当に出したいんだったら今6点ぐらいの95点ぐらいまで引き上げるまではしばらく出せないと思うよそういう意味ではお前が本来なりたかった自分の YouTuber としての絵は到底まだ先の話よ多分 YouTuber で19年です他もいるじゃんそれよりはトーク下手だからただの学生みたいなくらいのトーク力ですよねうんそこまでじゃそれ以下だよって思ったけどそれ以下だよって思ったけど、うん、そこまではないかって今ボソって言ったじゃん、はい、それ自己評価が乖離してる高いですねじゃあめちゃくちゃ低いよトーク力めちゃくちゃ低いそう大堀は結局文字に打ってるようなテキストの会話で言われたことに対してどうキャッチボールじゃんそのキャッチボールじゃないひたすら自分の決まったフォームでどうやって投げるかだけしか考えてないから相手が誰だろうが大堀の場合は会話一緒なのよ自分が思ったことをポーンって投げてあとはよろしくっていうやり方だからトーク力ゼロ自分が思ったことをテキストにして読み上げるは誰だってできるじゃんそれをやってるだけだから大堀はトーク力と思ってるかもしれないけどそれはトークじゃなくてただ自分の朗読一方通行気をつけます気をつけても多分まだ無理それがお前の今状況でそこから上がっていくまでは数々の経験を積んでいかないとまともに会話できるようにならないからだからそれができないからみんなでいる時に全く何も喋れなくなっちゃうんだなぜかというと常にいろんな話があったのに対してお前の今までの会話っていうのはピッチャー大級っていうのを一個一個やんないと投げれないタイプだったからほぼほぼ投げられたいっつって投げられ返せないでしょだから喋れなくなるんだああ、うん、なるほどだからみんなで前ね飲んだ時に一言も喋れませんでした何か振られてもアウトアウ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 ってなっただけだったじゃんこれが今の実力なの OK はい今は、うん、とりあえず恥かくのとかかしでバリューをちょっとは出しつつちょっとずつ成長してトーク力もお前が恥かくっていうのバリューだって思ったら構図成り立たないね恥かいてる俺バリューあるじゃないじゃんそのイキリキモいからでもそのイキリキモいのがまた恥だから結局それがコンテンツになるかもしれない終わってないっすけど深いわ深いわ振り返った時そこしか数字取れないはいということでお悩み解決しました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。